宝箔山満腹寺。1661年中国の僧隠元禅師によって創建されました。広さはおよそ9万坪。中国明朝時代の様式を取り入れた建物は山門から一直線に並び、左右対称の各お堂が回廊でつながっています。そのほとんどが国の重要文化財に指定されています。宝箔宗のお経は隠元禅師の時代から東印と呼ばれる中国語で読まれています。特に盆梅は鐘や太鼓などの鳴り物を一定のリズムで刻みます。隠元禅師が中国から持ち込んだ技術や文化は宝箔文化と呼ばれ、宗教界だけでなく美術、建築、医学、文学など江戸時代の日本に大きな影響を与えました。今回は隠元禅師が伝えた宝箔文化を尋ねます。満腹寺を訪ねるのは歌人の高田ほのかさんです。短歌の世界を分かりやすく楽しく紹介することをモットーに、講演や執筆活動のほか、オンラインでの短歌教室も開催しています。宇治では古代衣装を着て短歌を読む吟行短歌会を開催。1300年の歴史がある短歌に敬意を払い、裾野を広げる活動に取り組んでいます。こんにちは。こんにちは。ようこそお越しくださいました。はい、こちら満腹寺でございます。案内していただくのは宝箔宗の宗務総長、荒木正極さんです。こちらの門構え、ちょっと日本とはちょっと形状が異なるような、まあ、明朝様式の建築技法を用いられておりまして、うんうん、であと面白いのはですね、はい、あの一番上に魚のようなシャシホコのようなものが、はい、ようなものがといいますのは、よくご覧いただいたら足が生えております。あれはね、マカラと、マカラと申しまして、あのガンジス川の、はい、守り神、結界を、意味する、まあ、想像上の生き物だと。はい、そうなんですね。初めて満腹寺を訪ねる高田さん、第一印象を短歌に読みました。龍の背に乗りて歩めばいつの間にひげさをまとう僧侶となりぬ、龍の背に乗りて歩めばいつの間にひげさをまとう僧侶となりぬ。はい、いやもう素晴らしいですね。あの満腹寺のことをよくご存知で、はい、もう今おっしゃった、はい、読まれた通り、このお寺は龍の形をしております。別名龍の寺と呼ばれている満腹寺、境内全体で龍を表現しています。マカラがいる総門が喉、門前にある2つの井戸龍木星が目、縁石で挟まれた参道のひし形の石が龍の背、蛇腹天井は龍の腹を表しています。総門を入ってまず一番に目につくのがこの壮大な山門。これ隠元禅師の書なんですけれども、はい、本当にもう勢いのある、字を、書かれておる
まあ、大漠衆、まあ、独特の字でございます、ね、あ、そうなんですね、はい、そして石碑に刻まれた言葉は禅寺の規則で隠元禅師によって持ち込まれました。君主三門にいるを許さずと言いまして、うん、これ君主っていうのは、はい、匂いのするものとか、お酒とか勢力が出るようなもの、うんうん、そういったものを食べたり飲んだり、それから持ち込もうとしたり、する人は、ここから先には入ることはできないよという、ね、あのいわゆる戒めの言葉でございます、結界のようなそうです、ねはい、ところなんですね。天皇殿は満福寺の玄関として設けられました。このお堂があること自体で、はい、このお寺は中国のお寺だと門を入りまして、はい、一番最初に当たるお堂、これ日本のお寺さんはほとんどが本堂です。そうですよね。しかし中国行きますと、はい、本堂と門の間に必ずと言っていいほど、うんうん、この天皇殿というお堂が設けられております。正面には大きなお腹が特徴的な布袋さんが祀られています。この方だけ唯一あの実在された方です。そして、この方の、はい、当時の修行体系生き様とかをご覧になられた方々が、はい、この方はきっと弥勒菩薩の化身じゃないかと、まあ、今中国ではこの方のことを弥勒菩薩と呼んでおります。そうなんですか。今でもあの注釈とかには弥勒というふうに書かれております。布袋さんは参拝者の煩悩を吸い込み帰りには徳を授けてくれる神様です。満福寺には日本の寺では見られない珍しい建築デザインや技法が使われています。扉に、桃を施した桃戸など、また、円相といいますね、丸い窓がございます、はい、それとね、面白いのでは、お堂の扉に、コウモリをかたどったものがあったりとか。隠元禅師をお祭りした開山堂、お堂に続く不規則な形で組まれた石畳は波をイメージしています。はるばる大陸から海を渡って日本にやってきた隠元禅師の足跡を表しています。隠元禅師は日本の食文化に大きな影響を与えました。スイカやレンコンなどの食材はもとより机と椅子で食事をする習慣も伝えました。さまざまな食材と一緒に伝わったのが中国の精進料理フチャ料理です。フチャとはあまねく大衆と茶を共にするという意味があり、今では満福寺を代表する食文化です。さらに文章でおなじみ明朝体や原稿用紙も伝えました。満福寺の塔中宝蔵院には明朝体で彫られたお経の版木が保存されています。こちらも実はそうなんです。おお、こちらは、はい、こちらはあの海パンと言います。海パン、はい、あの海パンを伝えたというよりもこれが原型となっている木魚、はい、あ、魚の、はい、今この海パンは、満福寺では、時を示す今から法要が始まりますよとか、はい、食事が始まりますよっていう時計代わりでコーンと、ね、コーン、はい、叩いて、これもまたねどうして魚なのかということなんですけれども、はいはい、魚は目を閉じることがないと、なるほど、いうことから、これは修行僧たちに対しての戒め、はい、お前たちもこの魚のように、うん、寝る間も、ね、はい、惜しんで修行しなさいということを伝えております。口にある玉は体の隅々から集めてきた煩悩で吐き出そうとしています。海パンを叩いてその手伝いをするわけです。高田さん、
特別に叩かせていただきました。では行きます。どうぞお茶を。あ、ありがとうございます。はい、召し上がりください。あ、こちら描かれているのは、はい、先ほどのあの海パンです。わー、はい、本当やー。このお茶も隠元禅師が伝えられたものなんです。あ、日本に。それまではね、抹茶が主体ではあったんですが、お煎茶という文化を伝えられたのは隠元禅師。煎茶が伝わるまでお茶は薬のように味わう貴重品でした。形式にとらわれず気軽に楽しめるようになった煎茶は、その自由さから伊藤若冲や池野大雅など当時の文化人の間で急速に広まりました。満福寺には隠元禅師に敬意を表し、全日本煎茶道連盟の本部があります。毎年10月に行われる満福寺月見の煎茶会、かがり火のもと境内に読経が響き、本堂の前では華やかで厳かな献茶式が繰り広げられます。満福寺の本堂、大王法殿です。どうぞお入りください。あ、失礼いたします。こちら正面、お釈迦様でございます。はい、そして向かって右側が迦叶尊者、はい、左側が阿難尊者、まあ、お釈迦様の2代でした。こちらにね、ずらっと両側にいらっしゃるのが、はい、18体の羅漢さん、18羅漢。中でもね、はい、この方が有名で面白い格好をされております。本当だ、真ん中に、はい、こちらラゴラ尊者と言いまして、はい、実はお釈迦様の実の息子さんなんですよ。息子さん、はい、そして、こう胸をぐっと開いて、はい、ここにあの仏さんの顔が見えてるんだけど、ね、仏さんが、これはね、これは皆さんに生まれながらにして仏心仏性というものは持っているんだというのを教えてるわけです。なるほど、気づかせてくれてるわけですね。お前たちも胸を開く努力をしようと、仏心仏性というのを明らかにしようということをおっしゃっておる。隠元禅師によって伝わった黄檗文化、当時の満福寺の様子を描写した句があります。山門をいずれば日本ぞ茶摘み歌。江戸後期の女流歌人菊舎が初めて満福寺を訪れた時の気持ちを詠みました。当時は中国のからの渡来僧とかもたくさんいまして、もう中国語も飛び交ってたんだと思います。それで、ああここは中国なんだななんていうふうに、もうそういう錯覚に陥ってて、はい、で山門を出たと思ったら、まあ、ここ宇治は茶どころですので、はい、茶摘み歌が聞こえてきた。17音でいろんなことを教えてくれていますね。本日はお参りいただきましてありがとうございます。満福寺はいかがでしたか。隠元さんが伝えたその400年前の思いというのが、うん、今も脈々と受け継がれてるんだなというのも感じました。ありがとうございます。私どもは、もちろんですけれども、この、今の日本の文化の中で隠元禅師がもたらされたものがたくさんあるんだというふうに思います。それを、私はいろんな方に知っていただきたいし、伝えていきたいなと思っております。時空を超える文化芸術、結びは高田さんの短歌です。海パンを打てば私も魚となり、煩悩玉をポーと吐き出す。